外人物おらへん、どうも夜の人です、お願いしますし、ちょっとぽっちゃりしてる方でも鼻こんないし、目もこうやってグッてなってるから全員勝ち組ということで、最近はいたずら系のドッキリが多かったので、今日はコウ君の本性を暴く系のドッキリをしていきたいと思います。今日の企画は題して、彼女が風邪をひいて寝込んでいたらコウ君は一円のわがままをどれだけ聞いてくれるのか、イエイ。今日朝からコウ君には体調が悪いとか風邪ひいたかもしらんっていうもう先手を打たさせてもらってるんですけど、コウ君がお母さんとご飯から帰ってきたらもう熱さまシート貼ってマスクしてベッド入って待ち構えたいと思います。夜の人笑い。熱は、全くありません。さっき測ったら、もともと自分平熱高いねんけど、まあ6度9やって、あのメビさんに、ここに3、4キロ測って、こうやって、やっとこうかな。なんてな。コウ君帰ってくるまで布団で待ちで。引っ越したい。早くみんな。みんな引っ越しの岩持ってきてな。はは。姫様が寝てる。白雪姫や。注意して起こそうかな。おはよう、お姫様。え？何？どうした？初めて。どうした？風邪？いつから言ってたやん、しんどいって。え、思ってて。異様なくらいこの部屋暑いんやけど。寒い。え、これつけたらダメ。寒い。え、やっぱこんなん裸案件やん。え、全裸になって、全裸案件やけど。もう言って。お茶取ってきて、あっちの部屋に流して水取ってきて。よい。笑かさんといてしんどいから。お前は笑かしたら絶対元気出るから。お前が赤飯の時と病気の時はお前を笑かすことに命かけるから。大丈夫かな。絶対熱ないよ。いやいや、コウ君より暑い。なんかさ、おかゆみたいな熱くてや。おかゆ？僕料理できないんですが。すみません。そうやろ。ほんまにすいません。なんか作ってあげようか。俺なりのもん。何？冷蔵庫のもんでなんか作ろうか。じゃあモコズコ開始。モコズキッチン。なんかレンジの音してるけど。まあ今文明の利器に助けてもらってるだけ。文明の利器って。文明の利器わからんもんな。可愛すぎやろ。もう大丈夫？しんどい。彼に電話する？今日できません。企画会議やんで。来ないでしょ。何時から？2時から。自分で後で連絡するから。いや、するよ、俺は。いや、連絡するからいいよ。もうやべえな。自分のことは自分にできる子や。おう、嘘すぴ。もうしんどいのやめて。しんどいお前がやっぱ可愛い。もうしんどいのやめてって。ピピピってなったから。え、何それ。焼きおにぎり。焼きおにぎり。もう相場が昔から決まってるから。ハグリッドといったら雲、ダンブルドアといったら白髪、キャッチといったら意味もないエプロン、風といったら焼きおにぎり2個って決まってるから。じゃあおかゆやと思って。おかゆは作れませんが、文明の利器に全て頼りました。乾杯。ありがとう。なんで食べるの？コウ君ご飯食べてきたんやろ。もうこいつ食いしん坊やん。足だろ。かわいい足や。こんな顔焼いててまさに死骸あるわ。親指の爪のゴムによっていい。気持ちいい？治りそう？一応の足の裏のこの塩ついたところでおにぎり。汚い。うまい。汚い。一応の足の塩の味するおにぎり。塩じゃ足りへんな思ってて。書いてたもん、商品の裏に。やっぱ風の時にさ、焼きおにぎりって食べるから、風の時の塩法とかやってる。できる限り足揉んでからその塩加減をプラスしてから食べてください。一応の足の裏の塩加減がちょうどいい。飲んだってでもう一回握り直したいもん。最低。元気出てきたな。冷蔵庫のリンゴジュース取ってきて。ありがとう、ゴミ捨てて。お前大丈夫？こっち割れる。もうほんまに笑かさどこが？笑かしつつやな。俺もちょっとマスクした方が良さげやな。あ、そうやな。マスク、マスクちっちゃい。ちっちゃい？うん。これ見てる笑いでやったら俺も嬉しいわ。太ってかいやろ。俺あっちで寝てこようか。いやー、でも良くなってくれた方がちょっとまあ安心するから。かわいいかよ。4年目にして。で、あとお金くれたりしたら。え
お金なの？もうお前の風邪治るやつはもうお金で解決されるまあ欲しい。15は硬いな。15すぐ下ろしてくるお前の幸せには帰られへんからな。嬉しいやろ。うん、ありがとう。元気できた。うん、嬉しい。イケイのハラクサ食べて。食べるよ。食べへんやろ。ほんまに食べるよ。食べへん。全然食べれるって。食べやじゃん。いいよ、ほんまに。マジで食べてあげる。マジでちょっと出してよ。このほじって。はい。いやほんまにじゃあ食べてあげる。やめて、さいて。ちょっと元気なんねやろ。さいて。え、なんで。食べてって言われたのに。もうさいや。食べようとしたらさいてっちゃうな。誰にどう当たろうかの気持ち。鼻くそ。え、ほんまに鼻くそ食べていいか。おかしい、おかしい、この彼氏。サンドイッチ。ほら、やめて、しんどいのに。元気出るかなと思って聞いてみたよ。なんお前さ、絶対元気やん。クソ。お前いちいち俺の部屋匂いに起きてくんなよ。お前病人は24時間ドッキリの動画あるやん、うん、そのコメント欄にさ、このクソデブキモいな、しんどけやってきてんだよ。え、何したかな。俺なんかそんな気分大するようなことしたかな。傷ついた。俺マジ5000万件アンチ来ても傷つかへん。ガチで。じゃあコメント欄全部デブやったらどうする。それは傷つく。コメント欄団結力エグいんだ。あのカタカナで傷つく。だってもうファンの子まで団結して出してんの。いつも褒め言葉くれる人までデブにしてんやろ。めっちゃ団結してくれるよ。ジュース飲ませて、ここに甘えてこぼれるから起こさせて。今ストップ言ったところで止めてあげるから。リクライニング彼氏って呼んで。リクライニング彼氏やから。好きなリクライニング好きなところでストップ言いや。ストップ。はい。ジュース美味しい。自分で置いてやって。自分で置いてやって。それ俺が言うねん。リクライニング彼氏って呼んで。リクライニングコーリクライニングコー君だよね。リクライニングコーリクライニング君って呼んで。リクライニング君って呼んで。もういってもうリクライニング君。リクライニング君もはい、ストップ言っていいよ。ストップ。はぁーもう下がってや。でも、いたら、そんなん知らぬ時やわ。でも、祭り踊ったら許してくれるかなと。楽しい？やっちゃ、もうね。寝ろ、もういいから。寝ろ。寝なさい。なんで寝なあかんねん。金映るかもしれないからやめてくれ。金なんかないわ、ドッキリじゃん。ほんま。てってれー。しんどくないやったらええわ。ほんまにしんどくないやな。やりやひめ、あ、だから冷たかったから。うん、熱くないもんだってな、みんな。びっくりした。コリンちゃん。以上です。え、どういう企画？彼女が風邪ひいてたらどれ、彼女が風邪ひいてたらどれぐらいわがままを聞いてくれるのか。俺全部聞いてるやん。俺お金ちょうだいってあげてるやん。俺めっちゃアーバー言われる。足の塩でおにぎり食べるとか。そんなお前の前でしか言わんのに、カメラの前とかやったら言わんし、めっちゃ恥ずいよ。お前絶対消したんだよこの動画が。いいなと思ったらグッドボタン、チャンネル登録、高評価、コメント、白いボタンよろしくお願いします。じゃあ待って、俺鼻くそとか試させてとか言ってなかった。え、マジでやばいやつやん。バイバーイ。絶対消そう。バイビー。